出会いがジョリーのお店、この子和歌山で TikTok ライブで60万っていう稼いでたんで、好きやん。俺の中でちょっと謎があって、はい、事務所といえどここはよマンションなわけやん、はい、でその、まあ、ジョニーの会社の、まあ、従業員にもありつつマネージャーでもあるみたいな。そうですね。で男女2人で同じ一つの場所で作業とかをしてるわけやんか。いやでも実際は、うん、あの遠隔なんですけれども、うん、社員みたいなの2人別でおって、うん、でここでみんなで4人で作業することが多いですね。あ、そうなん。はい、なるほど。でもほとんど来てくれるのがこっちです。僕個人の格闘チャンネルとか、うん、あのルキア君とかのアンパチャンネルの、うん、あのお手伝いとかをしてくれてます。なるほど。はい。和歌山から東京までついてきてるってことですね。確かに、それやん。だから出会いとか、出会いが、出会いがジョリーのお店、店の女の子やったやん。はい。で、そっから東京にも住んでる？住んでます。あ、マジで？東京まで上京したってこと？そうですね。そのジョリーのマネージャーをするためにどうぞ。そうですね。え、どういうこと？え、それはどっちからまず声かけ。確かにこれは僕からですね。もともとあのこの子和歌山で TikTok ライブで60万月稼いでたんですよ。ああ、言ってたよね。10代の頃から。で、僕が TikTok を始めるにあたって、あのちょっといろいろ教えてよみたいな、うん、で、僕がその今アンボチャンネルで、まあ、ちょっとずつ活躍していってる中で、僕についてきたら、清水のことをもっといいステージまで引き上げることできるよって言って、うん、で、まあ実際これ、まあ、これだけ、まあ、ビジュアルもいいですし、まあそうやな、めちゃくちゃ綺麗とか可愛いとかコメントがすごい来てるやろ。はい、うん、ジョリーのマネージャーだけを映してくれって、ジョリーを映したらよく言われる。あ、そうっすよね。あの TikTok ライブしてても、清水のマネージャーやんな君って言われるっす。あ、そういうこと。逆になった方がいいんじゃん。いや、それちょっと嫌っすね。さらない。じゃあ逆にその清水の方に聞きたいけど、はい、まあ和歌山でお店で働いてたわけやんか。そのジョリーがお店を一回捨てて、自分のその人生格闘技っていうのに重きを置いて挑戦するっていうので、はい、で声かかったわけやんか、はい、俺のマネージャーやってくれへんかと、うん、なんでそのついていこうと思うの。やっぱりお店で働いてたらいろんな男性見るんですけど、うん、魅力があったっていうか、なんか輝いてたように私は見えたんですよ。好きやん。いや、その好きとかではなくて尊敬っていう感情で、すごい、あ、すごい多分大丈夫な人やと思ったんですよ。この人についていっても成功はするんやろなみたいな。あ、そういうことがあったから、声かかった時に、じゃあ私も今の現状でやっててもどうせ和歌山やしと思ったから、うん、じゃあ私もついていきます、東京行きます。僕はこの行動力に惹かれましたね。なるほどな、はい、まあ、確かにすごいな、決断力あるよな、はい、今ちなみに何歳なんですか。22です。22歳。ジョリーは26です。お、結構若いんやな。じゃあ、 あのコメント欄とか見てたら、うん、体の関係絶対持ってるよみたいな結構多いですよ。あるわけないでしょ。ないんすか、そこは。それはやばいでしょ。でも、いや、いくら二人がないと言えどやで、はい、このゲスい話もしたないけど、はい、もうこれほんまに、まあ、事務所やけどマンションなわけやん、一室やんか、はい、で、ここに、まあ、これソファーやけどさ、こんななんか寝やすそうなソファーあるわけやんか、はい、見てんのめっちゃ寝やすいこれ、はい、の、はい、普通に男女二人ぐらいで寝れるやん、はい、てか俺ほとんどいないですね、練習とか撮影とかで、うん、あ、そういうこと、はい、俺ここに撮影したやつを編集しに来たりとか。あ、確かにジョリーは基本外出してるな、うん、そのイメージ。外出ですね、ほぼいないです、ね、確かに撮影してるか。あと、なんかその撮影以外で人と交流することもすごい大事にしてるもんな、ジョリーは。そうですね、多分メンバーで一番人と交流してるんじゃない。してると思う、うん、よく言われる。外でジョリー君がこの前ご飯食べたんですけど、挨拶し、あのどうみたいな、こう、うん、あられみたいな、パーティーとかよく言ってますね。うん、結構あるです。ジョリー経由で人と繋がること結構あるかも、それで言ったら。そうですね。なんでかって言ったら、なんか僕自身ビッグになりたいっていう夢ももちろん抱えてるんですけど、和歌山でもともと従業員で、あのそこからマネージャーになってついてきてくれてる清水をもっともっとあの世に売り出したいというか、あの2人でビッグになりたいっていう大きな思いとかもあるんで。あ、表に出していきたいってこと？あ、もうそうですね。あ、そうなんや。今 TikTok のアカウントでもジョリーと清水になりました。え、やっぱ、はい、トムとジェリーみたいな。あ、そうそうそう、男女でのやり取り結構ウケるんですよね。あ、そうなんや。はい、なんでそのパーティーとか行って仕事もらえるチャンス掴んだりとか、そういう場にどんどん露出して、はい、やってます。で、やっぱ和歌山から連れてきてるんで、あの俺は責任感あるんですよ、清水のことをちゃんと伸ばさなあかんっていう、まあ一種の
。